アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんでまたおとなしくなってるんだ。新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。あ、聞こえたか？今の声って一体。優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？なんだかよくわからないぞ。とりあえず他のところも見てみようぜ。え？ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、愛に尽くす。悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。そして最後に彼はささやく。眠ろう父よ。心安らかに眠るんだ。あ、再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。お、詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。アマディアじいちゃん、なんともなかったか？この近くでアビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？あ、そういった話は聞かんが。まあ何にせよ気にかけてくれてありがとう。少なくともわしの感覚じゃ、今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだけどさ、あれから失踪者に関する手がかりは見つかったか？失踪者？誰のことじゃ？誰かいなくなったのか？え？お前たちがずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。わざわざスメールの冒険者協会に行って依頼を出したぞ。その人探しの依頼を受けてなかったらオイラたちもビマラ村には来てなかったんだけど。すまんの。だがそう慌てんでくれ。単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。少なくとも今のところ
お前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ。どういうことだ。わかったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、今日になっていきなり忘れるなんてありえないだろう。お前はどう思う？あ、まさかビマラ村のみんなが失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。そうだな、こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。別の人にも話を聞いてみようぜ。フィールドワークより人体を研究する方がよっぽど面白い。失踪者？誰のことだ？やっぱりこうなるのか。お前が褒めてた青年のことだぞ。よく話し相手になってくれたって教えてくれただろ。20代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるかなんとなく分かってきたぞ。え、本当か？思い出してくれたんだな。私が今の若者をそう高く評価することはめったにない。そこまで褒めたということは彼しかいないだろう。間違いない。だが、なぜ失踪したと？彼ならさっき他の人と一緒に村を出ていくのを見たぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。おかしいな。バハラームはまだ失踪した人のことを覚えてたぞ。しかもさっき見かけたって。あ、もしかして記憶に問題があるんじゃなくて、失踪前までオイラたちがタイムスリップしたって可能性はないか？マハルッカ・デバータの時みたいに誰も彼のことを覚えてない。記憶に変化が起きてるみたいだ。時間を遡っていて、彼の失踪前に戻ってるのなら村人たちがその失踪を知らないのにも説明がつく。記憶の中にしか存在しない人、俺たちは今誰かの記憶の中にいるんじゃ。オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そうだぞ。なんでオイラ血脈の乱れのことが頭から抜けてたんだ。お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに、オイラたちも今誰かの記憶の中にいるってことか。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。だって記憶の中なんだから。ああ、そうだな。記憶の中にしか存在しない人、やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。さっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。どこを探せばいいんだ。血脈の乱れがいつまで続くかわからないし、間に合わない可能性もあるぞ。そもそも今んとこそれが一番効率のいいやり方だもんな。この前オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。それは、そう、それだ。その能力をもとに考えていけば
例の失踪者に近づく手がかりを見つけられるんじゃないか。例えばその能力の欠点とか。みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラ村あるいはその近隣のものだ。そこから先に行けるかどうかは今のところ不明。実際に経験した記憶と埋め込まれた記憶ではどうしても差が生じるはずだ。後者には何かしら時間に関する制限が出てくるかもしれない。記憶の中で時間が流れたら元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。違和感に気づかれる可能性も一気に高くなるはずだ。なるほど、道理で空の色がずっと変わらないわけだ。ここは時間が流れてなかったんだな。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。おー、記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったらすぐ違和感に気づくだろうな。例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。なんで自分は同じ時間に2つの物事を同時にやってるんだろうって。その違和感をなくすためにある時間帯を丸々埋め込むんじゃなく、ある時点だけを記憶に埋め込んでるんだ。ダインが少し前に記憶を埋め込まれてた。けどもしかするとダインに埋め込まれた記憶は一つだけじゃなかったのかも。村長は彼のことを忘れてしまったのかと思ったけど、実際は人探しの依頼を出す前になっていただけだった。空の色は彼女が言ってた時間と一致してる。あ、思い出した、アトッサは確かにそう言ってたな。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。うわ、間違いない、ここはアトッサの記憶だ。だな、アトッサとあいつはきっと一緒にあの木の下にいるはずだ。